はい、みんなこんにちは。40歳のセミリタイヤに向けて資産1000万円を貯めているクマです。7月2週目後半、今週も節約、投資、自分磨きなどなど頑張っていきたいと思います。それじゃあ早速スタート。おはようございます。金曜日だね。まずは朝ごはんを作っていきます。いつもは食パンで軽く済ませてるだけなんだけど、今日はなぜか朝からやる気満々です。というわけで、味噌汁にご飯、白米をがっつり食べて、妻が会社に行くのをお見送りします。行ってらっしゃい、無理せずね。そしたら俺も本日の仕事に取り掛かっていきます。午前中はレッスン1件のみ、あとは課題のチェック&フィードバックだけだから楽ちんです。というわけで、サクッと仕事を終わらせて、金曜恒例の買い出しに行ってきます。今日は駐車場にクレープ屋が来てました。他にもたこ焼き屋とかもたまに来てるね。一回も買ったことないけど洗剤に油揚げ、卵などなど生活必需品を買ったら、家に戻ってお昼ご飯です。お昼は冷やしうどんにしました。同じ麺類でもラーメンに比べたら罪悪感がなくていいよね。さっぱりしててうまかったです。そしたら再び仕事に取り掛かっていきます。オッケー、終了だね。あとは夜に一件レッスンを残すのみだから、その前に夜ご飯を作っていきます。今日はそうめん。夏はやっぱりこれに限るよね。というかお昼にうどん、夜にそうめんってほぼほぼ同じようなものを食べてるね。まあどっちも美味しいから問題ないです具材を別皿に持ってちょっとおしゃれにしてみました。それじゃいただきます。油揚げ大好きな妻が笑顔で食べているのが嬉しかったです。そしてご飯の後は夜のレッスンを一件やって、うぃー、オッケー、今日の仕事全部完了です。最後にオーバーウォッチ2をプレイしたら金曜日は終了だね。今日もお疲れした。土曜日、おはようございます。今日はかなり朝早くから仕事をしています。そのお時間なんと6時57分。というのも今日は妻のリクエストでとあるお店ランチに行く予定でさ、開店直後すぐにお店に入れるよう早めに出かける都合でこんな早朝から仕事をしてるってわけです。そして無事に2時間ほどで仕事も片付きました。でね、まだまだ時間に余裕があるしのんびりしようかなと思ってたんだけど、なんと庭の草刈りをすることになりました。妻が突然今から草刈りをするぞってやる気満々になっちゃって、俺もしぶしぶ加勢することになりました。朝から元気いっぱいな妻ですというわけで、この自分の背丈ほどまで立派に育った雑草たちを駆逐していきます。今回は刈り取るだけだけど、将来的にはビッグモーターして人工芝にしたいと思ってます。人工芝を楽しそうに走る犬を見ながら微笑むっていうのが俺のささやかな夢ですふぅ、終わりました。めちゃくちゃ綺麗さっぱりになったと思わない？ほんの40分前までは左の状態だったからね。背の高い草を抜くだけでも全然見栄えが変わるもんだね。ただその代償としてめちゃくちゃ蚊に食われました見えてるだけでも6箇所、なぜか右足だけを重点的に食われてさ、俺の体は右足がうまいってことかな。それじゃ朝からいろいろやったけど、そろそろランチに行こうと思います。向かった先はキャッツカフェです。おら、でけえパフェを食いてえぞっていう妻のリクエストに応えてやってきました。店内もおしゃれでいい感じだよね。種類もたくさんあって迷ったんだけど、妻は左のチョコバナナパフェ、俺はストロベリーパフェ、それとお口直しのポテトもね。それじゃいただきます。パイナポーに生クリームをたっぷりつけて、うん、うまいね。パフェなんてここ数年食べた記憶ないんだけど、久しぶりに食べるとやっぱ美味しいね。いちごと生クリームの組み合わせもこの笑顔です今回はちょっとちきっちゃってジョッキサイズにしたんだけど、めちゃくちゃ余裕でした。次回来るときはバケツサイズにしてもいいかもしれんね。そして家に帰りました。ただいま。その後は動画の編集を進めたり、のんびり YouTube を見たりしたら、あっという間に夕方だね。夜ご飯作っていきますか。今日は二郎系ラーメン、お昼がパフェで甘さがメインだった分、
夜は二郎でしょっぱさメインでいきたいと思います。極太麺を茹でてる間に俺の血液のようにドロドロなスープを作って、麺、もやし、思いつきの油揚げ、玉ねぎ、卵、謎のタレ、ニンニク2機で完成です。うん、うまそうすぎる。いただきます。お味の方はもちろん激うま。お店の二郎がレベル10だとしたら、これはレベル8くらいね。家で気軽に安く食べれるってのを考えると大満足です。多分今までにこれ5回はリピート買いしてるんだけど、また絶対買っちゃうの間違いなしです。うますぎる。そして今日はサボらずに食べ終わった食器も洗ってくんだけど、二郎で使った丼のヌルヌルが何度洗っても落ちないんだよね。4回洗ってもヌルヌルだったから、最後は諦めて食器かごに放置してました。これがこの二郎系ラーメン唯一のデメリットです。最後にニンニク臭を取るべく入念に歯磨きをしたら土曜日も終了だね。今日もお疲れ&おやすみ。おはようございます。日曜日だね。早速朝からコンタクトレンズをつけているとこです。本当は今日は何の予定もなくて家で1日引っこもる予定だったんだけど、急遽母親から連絡があって実家に帰ることになりました。と言っても何かあったわけじゃなくて、弟が3連休で帰ってきとるで、あんたも帰ってこやよっていう反強制的な招集命令でした。それじゃコンタクトをつけて着替えも終わったら、毎朝恒例健康ドリンクを決めていきます。大麦若葉の 100% 青汁にプロテインなんだけど、今日からチョコ味からバナナ味に変えていきます。見た目はこんな感じ。バナナっていうかはバニラって感じの白さだね。ただ香りの方は完全にバナナです。本物のバナナは1ミリも入ってないのに不思議なもんだね。ってわけで残りのチョコにバナナを入れていただきます。うんうん、うまいね。チョコの時と同じで青汁の味は完全になくなってて、バナナの味しかしないです。甘みも結構控えめでさらっとしてて飲みやすいね。ただ個人的にはチョコの方が好きな味だね。でね、1時間だけ仕事をやって、そろそろ実家に帰ろうと思います。はい、最寄り駅に続きました。相変わらずのど田舎だね。だがそれがいい。この変わらなさが帰ってきたなって感じがして好きです。実家に到着しました。ザ・ルームウェアって感じの弟と、そして実家の愛犬ヒューちゃんも出迎えてくれました。いやー、ヒューちゃん元気してたか。相変わらずおじいちゃんみたいな顔して可愛すぎるぞ。正直言って実家に帰る最大の楽しみはこのヒューちゃんに会えることです。というわけで我が家の完璧で究極な無敵のアイドルヒューちゃんをしばしお楽しみください。でね、その後は家族一同で近くのスーパー銭湯へ行ったり、岩盤浴で横になってる母親とおばあちゃんを見て、ここミイラ置き場みたいだねって言って怒られたり、ここぞとばかりに奢ってもらった唐揚げ定食を堪能したりしました。そしてあっという間に別れの時、キューちゃんに別れを告げたら、いざ我が家に帰ります。この人の多さ、都会に帰ってきた感じがするね。3連休最終日だったから免疫もいつも以上に人が多かったです。ありがたいことに実家からいろいろともらってきました。ピザポテトの新作にちょっと豪華なパイの実、さすがは俺の好みを分かってる札幌一番醤油ラーメン、なぜか一つだけくれたツナ缶、そして子供の頃から慣れ親しんだ熊家のカレー、せっかくだし早速いただいちゃいます。ちなみに帰りにビールも買っちゃいました。
岩盤浴で汗かいたせいかな、珍しく無性にビールが飲みたくなってさ。ってわけで、いい音。注ぐコップをちょっと間違えた感はあるけど、ま、時すでに遅しだね。それじゃ、乾杯。最高っすね。なぜか一口目からしゃっくり出てます。カレーの方も、これこれ、昔から知ってる味ね。もちろんうまかったし、意外にも妻が味を気に入ってくれたのが良かったです。確かバーモントカレーの甘口だったと思うから、次は我が家でもそれにしようと思います。個人的にはもうちょい辛い方が好きなんだけどね。はい、というわけで7月2週目後半、俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな、ほんとありがとね。こんな感じで駆け出し英会話講師の生活を、そして資産1000万円貯めてセミリタイアするまでの道のりも動画にして投稿してるから、もしよかったらチャンネル登録と動画への感想コメントもらえると嬉しいです。楽しみに待ってます。それじゃ今回はここまで、また次回ね。バイバイ。